皆さんこんにちは、Pレジェンド大林です。背中を鍛える種目ベントオーバーローのやり方を解説をしていきます。このベントオーバーローもですね、非常に多くのバリエーション、やり方が存在するトレーニングなので、いろんなバリエーションも別の動画でご紹介したいなと思ってるんですけども、ひとまずまあ一番オーソドックスなやり方かなと私が考えているやり方をですね、解説をしていきますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。このベントオーバーローで鍛えられる筋肉なんですけども、背中の広背筋ですとか、僧帽筋なんかを含めて上半身の裏側の筋肉全体をまめなく鍛えることができる非常にいい種目なので、トレーニングに取り入れていただければなと思います。それではラックにセットしたバーを持っていただいて、バーから外すんですけども、手幅は肩幅よりも拳一つ分外を握るようなイメージですね。で、順手で握っていただいて、背筋を伸ばして胸を張った姿勢から、お尻を引くようにして体を倒していきます。だいたいですね、体が45度から水平の間ぐらいで体を固定していただいたら、ここからおへそのあたりに向かってぐっと引きます。で、ゆっくり戻して、引いて戻して、引いて戻して、引いて戻して、という形でやっていきます。で、この時に注意していただきたいのが、1点あります。上半身の姿勢ですね。疲れてくると途中でですね、体がこう立ってきてしまったりとか、反動をつけて上げてしまったりするんですけども、そうするとですね、しっかり背中の筋肉が使えなくなってしまうので、無理のない重量を設定していただいて、しっかり姿勢を固定したままグッと引いて戻してという形で動けるようにしてみてください。ここからは応用編です。このベントオーバーロー、引き方フォームによって重点的に鍛える場所を変えることができます。じゃあまずですね、この広背筋、背中の下の方を鍛えて背中の広がりをつけたいよっていう方なんかは、バーをですね、この股関節のところ、太ももの付け根に向かってグッと引いていく、肩をしっかり落として肘を畳んでですね、脇を締めて太ももの付け根に向かって引いてくる、よりこの広背筋を使うことができます。逆に背中の上の方、この僧帽筋とかですね、腰頸筋といった筋肉を重点的に鍛えて背中の厚みをつけていきたいという方なんかは、逆にですね、手幅をちょっと広めに、気持ち広めに取っていただいて、脇を開いてグッと上の方に向かって引いていただく、こうすることで僧帽筋とか腰頸筋といった背中の厚みを作る筋肉を重点的に鍛えることができますので、目的に応じて使い分けていただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。